乃木坂46坂口珠美ファースト写真集発売記念スペシャルです。わーすごーい、皆さん見えてますか？すごい、なんか不思議な感じ。はい、こんばんは、乃木坂46の坂口珠美です。わー、コメントも見えますよ、すごいんですけど。なんか一人じゃ不思議な感じ。皆さんお待ちしてましたか？なんかそう、今日はチャイナ服を着ました。キラー、おお、あーこっちも不思議な感じなんですけど、そう、髪型も可愛くしていただいて。はい、そうです。じゃあちょっとコメント見ますね。やっほー、チャイナ服かわいい、ありがとうございます、嬉しい、待ってましたってですよね。ありがとう。すごい、こんばんは。あら、もう予約したって方もいますね。すごい、ぜひぜひ。仕事速攻終わらせてきたよとか、あー、ありがとう、すっごい待ってました。はい、じゃあこの番組は、私坂口珠美のファースト写真集が6月25日に発売されることを記念して配信することになりました。はい、こちらでは写真集にまつわるお話をたくさんしていきますので、皆様どしどし最後まで、絶対に絶対に絶対に最後まで見てくださいね。はい、最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、じゃあ早速ハッシュタグを決めたいんですよ。皆さん見ている今全員がハッシュタグで、私が決めたねハッシュタグでつぶやいてほしいので、ぜひぜひ、というか何かこれがいいんじゃないかみたいなハッシュタグあったりしますか？そしたら採用するかもしれないし、しないかもしれないです。私の気分で。そんな、あ、すごい、ハッシュタグ。早く、ああ、たまみの部屋とかね。なんか、たまみが考えたのは、あ、たまみブックだっていい？あ、案1。ハッシュタグたまにはたまみとなんとかかんとか、ここは考えてくれっていうことね。なんとかかんとかか、こっちの方が分かりやすいかなっていう。じゃん、たまみタイム、どうでしょう、どう？ハッシュタグたまには散歩いいね。たまみタイムええやん。あ、2番目好き？あ、いいって、うまいって、うわ、あったかい。すごい、皆さん褒めてくれる、すごい。ちなみにこれはマネージャーさんと一緒に考えたんですけど、あ、たまみタイムいいんじゃないですか。じゃあ今から絶対にこれを見ている皆さんはハッシュタグたまみタイムでお願いします。ほれ、ふい、たまみタイムでお願いします。はい、ゴー。たくさんねやっていただいて、目指せトレンド入りということで、坂口たまみとかもねトレンドに入ったら、ファースト写真集とかも入ったら嬉しいなって思います。とりあえずたまみタイムね、絶対によろよろしくお願いします。はい、そして大事なお話、このショールームをご覧の皆さんのために配信中限定の特典を用意しました。この配信中に画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典として直筆コメントがプリントされた限定ポスターを
をプレゼントさせていただきます。この特典はこの配信中のみの限定ですので、ぜひ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 お早めにお買い求めください。はい、ちなみにこれは今日の23時まで限定なので、今です、今です、今か23時まで、絶対に今日ですはい、でこれだけじゃないですね、これが届くんじゃなくて、ここに直筆コメントが届くのですよ、私の。なのでほら、ぜひお願いいたします。はい、この配信中限定ですのでねはい、どうですかこちら、キラリン。これは今日あれですよね、解禁になった、今日っていうか全部今日解禁になったんですよね。なんか自分じゃ不思議な感じ。そう、どうですかなんかね、不思議な感じ。絵も描いて、だって、あ、直筆コメントがプリントされるので、絵もねちょっとじゃあ描いたり描かなかったり、もうお楽しみにです。ほんと届く人限定ですんでね、うん、買いました、ありがとう、注文したよとか、うん、あ、いい女感だって出すよね本当にそうです、いい女感ですねはい、お楽しみにしていてください。ではですね、写真集について続々とトークしていきたいと思います。なんかすごい一人だから緊張しますね。緊張はしてないです、あんまりなんか不思議な感じがします。うん、写真集について、そう、今日というか昨日の夜中の12時に解禁になりましたけれども、皆さんどうですか、びっくりですかねえ、写真集はでもずっと加入してから夢に思ってた一つだったので、大きな夢だったので、うん、めちゃくちゃ嬉しかったです。そうなんかこう先輩が出してるのを見たりとか、同期がねやってるのを見たりとか、すごく素敵だなって思ってたので、うん、夢が叶いました。本当に心からありがとうございます。びっくり&嬉しかったね、その通り私もびっくり&でした。うん、そうで、なんか私は乃木坂46になりたくて乃木坂に入ったから、乃木坂46坂口珠美っていうのがこう表紙にあるじゃないですか。それがなんかすごい夢だったの。そう、伝わりますかそう、それでなんか表紙とかもやってみたいなって言ってた理由は、そう、乃木坂46の坂口珠美っていう、乃木坂に憧れていますっていうのをでそうやって言ってたんですけど、そう、その夢も叶ったので嬉しかったですはい、あれですよ、先輩もたくさん見てくださって嬉しかったですあと何、あ、そう、今回は香港とマカオに行ってきました。すごかったんですなんかいっぱいそうなっちまうぜそう、香港マカオ、あれですね、3枚は出てましたね、先行カット。いつの間に、そうです、いつの間に知らなかったですか、いつの間にです。そう、マカオといえばね、バンジーのね、あれありましたよ、見ました、怖そうでした私は飛んでないですけどね。そう、マカオと香港、うん、
なんかこう候補が何個かあったんですけれども、こう自分がこういう風なのがいいとか、なんかこういう衣装が着たいですとかこうお伝えして、それを叶えてもらったっていう感じです。そう、一番なんかこう理想っていうのが香港マカオの景色だったので、そう夢を叶えてもらいました。うん、めちゃくちゃ素敵なところでした。また行きたい、普通にプライベートで。うん。イチョゴ飴持ってたね。はい、持ってましたね。そう、その話もいっぱいしたい。なんかいっぱい言いたい、いっぱい言いたくてバーって言っちゃいそうで怖いんですけど、なんかね、早くこうファンの方に言いたいみたいな気持ちが強くて、もうここまでピューって出ちゃいそうでした。じゃあこれまで出しちゃおうかな。はい、でこちら先行カットの3枚があるんですけど、じゃあまずこれから、ドゥーン、こちらはどこでしょうか。わかりますか。何に私はいるんでしょうか。こちらはですね、ゴンドラです。わかった人いますか。これを見てゴンドラってわかった人天才じゃないですか。そう、あ、急に答え、急に言っちゃった、クイズして。はい、観覧車じゃないんです、ゴンドラで、めちゃくちゃゴンドラってすごいですね。下も横も後ろももう全部透明で、本当にアトラクションみたいに進んでってすごかったです。でそのまさにわーみたいな、わーって言ってる表情なので、これはデートじゃないかっていうぐらいに素の表情を撮っていただきました。今回すごくこういうね、素な表情が多いと思います。はい、楽しそうですか。楽しそうですよね。高いの大丈夫ですの。あ、多分大丈夫ですの。私多分高いの大丈夫で、そう、その高いって言ってもスカイダイビングとか怖かったんですけど、こういう感じは楽しかったです。はい、で次、よいしょ、こちらいちご飴。こちらは香港ですねの市場みたいなところでいちご飴食べてるところです。これも素なんですよね。なんか本当に結構撮影も最後の方というか、そうでもないでしたっけ、中盤というか、結構慣れてきて、なんだろう、ちょっと変化、私の表情とかも本当に素なんですよ。そう、お団子もしていただいて、衣装も可愛くて、このね後ろもすごい綺麗だったんです。うん、で私いちご飴すごく好きなので、素です、本当に。うん、めっちゃくちゃデートやん。だってうわー、はい、デートなんです。美味しかったいちご飴。はい、後ろサイリウムカラー、おお、ここは違うかもしんないけど、まあ見てって感じ。これをね、すごい、すごかったです。たまたまです。続いて、3つ目。こちら、ブルーのワンピースの。こちらは、マカオで撮影してもらいました。どうですか？私は結構このカットがお気に入りでございます。はい。写真集買ったらデート行けるってこと？はい、写真集を見てデートしてください。
そう、これはですね、マカオの本当に綺麗な、なんていうんですか、噴水みたいな、あの綺麗なところがあって、 そう、そこで本当にあの、ま、目を見てら分かるんですけど、もう漫画みたいに目がキラッキラになるぐらい本当に綺麗で、なんかすごくこういうあのキラキラした景色に憧れてたというか、そう、私がすごく好きなロマンティックな感じでね、すごく素敵だったから、もうこのこれ本当にピッカーンって漫画みたいに目がキラキラしてるの。そう、衣装もね、すごく好きな衣装なんです。ブルーのワンピースで、こりゃ素敵ですよ本当に素敵なんですよ。うん、めちゃくちゃこれお気に入りです、はいって感じですね。皆さんどれがお気に入りですか？すごい、たまみがいっぱいなんですけど全部たまみが、はい、どれお気に入りですかね、聞きたい。そんなの初めて聞く1枚目、お、どれだっけ、ゴンドラか、ゴンドラですね。うん、住人トイロです、きっとみんな好きです、みんな好きって言ってねあー、青のワンピース、いちご飴、うわすごい、本当に嘘じゃなくて満面ないですすごいじゃないですか、全部、あー素敵です。いちご飴のカットが、笑顔が個人的に好きだって、おー素敵、嬉しい、あーよかった、選べないだって、その言葉を待ってましたどうも、私もこれからも多分どかどか出ると思うので、カットが、うん、ニコニコお楽しみにしていてほしいなと思います。うん、はい、何か質問があればどうぞなんか今回の写真集、なんか私がなんかこうでしたいですとかいろいろ伝えた中で、私もこう先輩に憧れて入ったので、なんかこう先輩に憧れたみたいに、私もこう誰かに憧れてもらえるような存在になりたくてっていう気持ちがずっとあるので、うん、なんか女の子が見ても憧れるような、そういったなんか雰囲気がいいなと思って、そしたらもうその想像を超えるほど素敵な作品にしていただいたので、たくさん女の子にも見てほしい作品ですね。うん、質問募集しといて失礼いたしましてハプニングは何かあった？おー、ナイス質問、すごいありましたよねなんかいっぱいあったんですよ。そう、なんかやっぱ海外だからすごいね、なんかすごいすごいあった、一日にすごいあった日があって、そう、なんか運転手さんが寝坊しちゃってこないとか他にもいっぱいいっぱいありました。でも結果的に素敵なものが出来上がって、すごく逆に良かったっていうことがたくさんありました。また話しますね、うん、何かグルメ食べた？グルメ食べました。あ、それも言いたい。あ、じゃあいいですか。じゃあたまみが吐くの香港マカオお絵かきタイム、イエーイ。はい、私が思い出に残った食べ物とか場所とかを書くので、それが何の絵なのか当ててみてください。当てられるかな。これに書いちゃったけどいいのかな。
紙があるとすぐに書いてしまう癖がありますね。じゃあこれは何でしょうっていう、ちょっと難しいかも。あ、すごい、こんな手元がすごい、ブンブンしゃがま、分かってほしい。ちょっと省略バージョンで書きますね。どうですか？これはさっきヒントが出てたから分かるかもしれないヒントは点線、アートだな。だって褒めてありがとうございます。どう？わーとかもヒントです。ちゃんと早く答え言ってみんな全然当たんない。あ、コンサート、違う、水族館、ラッコ、違いますよ、人です。正解はゴンドラです。ゴンドラはこういう感じで、あの本当にもう私の前にこうスタッフさんもね、あのメイクさんとかスタイリストさんとかカメラマンさんがこう並んでくださって、結構みんなでぎっしりだったので、私から見たあのスタッフさんたちはこっちのこのちっちゃいこれギューってなってましたあれなの、点線でこの透明感を表しました。あと美味しいものもね、いっぱい食べたんですよ。帰っちゃおう。初めて書く食べ物。買ったんですよ、本当に。香港でもマカオでも3回ぐらい食べちゃった。これ分かりますか？本当に一番印象的な食べ物で、あの香港で食べるこれとマカオで食べるこれが全然違くて、なんかどっちもでも美味しくて本当に幸せでした。ちょっと撮影が全部終わって、あのご褒美っていう感じでたくさん食べちゃいました。小籠包じゃありませんタージーパイじゃない、ポンデ、あ、違います、ひまわりじゃないです。正解はエッグタルトです。本当にこれだったんですよ。写真見てもらえればわかるんですけど、そう、美味しかったです。って感じですねはい、どうですか、伝わりました？私も楽しかった思い出、あと夜景とかも綺麗だったし、そう、あのシューマイとか、あのなんていうんですか、なんか大根餅みたいなものとか、なんか結構なんだろう、美味しかったんです。初めて食べるものもあったんですけど、バクバク食べちゃいました私は食べるのが大好きだったの、大好きなので、あの食べ物は妥協できないというか、食べるのだけは大好きでたくさん食べて、でも写真集に向けて、そうですね、たくさん食べることは諦めないというか、食べることは食べたんですけど、その分こう運動したりして頑張ってました。
はい、あとね今回の写真集で私お気に入りの写真集がレイカさんのファーストの時の写真集だったので、そうお気に入りの写真集何って聞かれて、 そしたらその時レイカさんも22歳でたまたま後から分かったんですけど、そうでなんとそれでですね、あのレイカさんをそのファーストを撮っていたカメラマンさん竹尾さんに撮っていただいたりとか、スタイリストさんもレイカさんの時の方になっていただいたりとか、本当に嬉しかったです。じゃああと一つだけ特別に頼み画伯が絵を描いてあげます。何かどうしよう、質問なんだろう、何にしましょう、質問募集してその答えを絵に描く、私がなんか絵に描きやすい質問をください、その答えを描く。はい、私の特技はすぐに絵が描けること、本当にこれ役立つんです、サイン会とかの時も。はい、ちょっと難しい、待って、描けるかな、私に描けない絵はない。じゃあ描きます。ちょっと失敗。ちょっと待ってください。何にしよう。写真集で、なんかこれからあるなんかカットというのと、あと大変だった写真集の撮影はみたいなのがあったので、なんか全然大変なのは一個もなかったんですけれども、なんていうんですかね、こう今まであんまり撮らないようなポージングだったり、結構こうお腹に力を入れてなんかこうポーズを撮ったりとかをしたので、結構なんかその前に結構トレーニングを詰めてたっていうのもあって筋肉痛がひどいっていう状態ですけど、頑張ってポーズ撮りましたっていうポーズです。はい、お楽しみに、こういうのも見れるかもしれないの。はい、はい、って感じで以上たまみ画伯のコーナーでした。はい、続いてはこちらです。写真集 PR スクショタイム。こちらは、写真集の PR になるようなスクショタイムです。ほら皆さんスクショタイム。はい、ぜひぜひスクショしてX などで拡散してもらって、写真集にたくさん見てみたいなって思う方がいたら、増えたら嬉しいなと思います。じゃあ頑張ってスクショしてください。いきますよ。
せーの、キロン、キロン。先行かと思ってウインクして、わあ、ちょっとウインク今日調子悪い日かも。できない。ちょっとブチュブチュになっちゃうから。はい、ではこちらも、いちご飴です。ゴンドラ、たくさん拡散してくださいね。はい、あ、あとあれも、あ、これいっか別に。じゃあここに、どうしよう、坂口さんのファースト写真集書きたいんですけど、書けばいいか。なんか絵は自信あるけど字は自信ないんですよね。坂口たまみ、ファースト写真集。これを全面に拡散していただいて、25日、はいはい、じゃん、はい。はい、拡散してください。あー、ですですです。あとね、あ、たまみ、たまみブック、はい、公式 X です。写真集のたくさんオフショットとかを載せていただいてるので、これをフォローしていないそこのあなた、ぜひ今すぐしてください。たまみブック、お願いします。フォローしたよ。おー、天才です、ありがとうございます。なんだろう、キャン。あ、ありがとうございます。たまみブック、いいですね。いっぱいスクショできましたか。お、嬉しい。お、はい、ぜひぜひたくさん拡散してください。予約しました、ありがとう。そうです、今するべきです。写真と同じポーズ、こっちか、これと、ねえ。大人っぽいですね。はい、あ、何冊買おうかなですって。わあ、100冊。100冊。うん、あとはそうですね、あとメンバーにも、久保ちゃんとか、あと梅とかにもアドバイスをいただいたりしましたよ。写真集
取るんだって言って、そう梅にこうなんだろう、むくみに効く美容液とか、なんか梅には美容のことをたくさん聞いて、うん、久保ちゃんにはなんか、うん、なんだろうな、久保ちゃんの写真集見たんだけどさ、ここはどうしてこうなってこんなに素敵な絵になってるのとか、なんかいろんなことを聞いて、うん、たくさんね、そういっぱい知ってそうでしょ、うん、だからいっぱいアドバイスもらったりしました。あとは何かな、あとそうですね、撮影もなんだろう、私にしては結構長い期間、うん、海外だったのでちょっとドキドキしてたんですけど、でもこう一緒に来てくださったマネージャーさんも初期から見てくださってる方なので安心して挑めましたし、本当スタッフの皆さんのおかげというか、なんかたくさんの人に支えられてるなって感謝っていう気持ちが本当に、うん、写真集の期間ずっとずっと強くなってて、なんか本当に実感しましたそれを、うん、本当に素敵な方に囲まれてるんです、私えへんうん、いい期間です。うん、嬉しいって感じですね。おーえへん、はいはいはい、お、じゃあまた言っちゃう。そしてこのご覧の皆さんのために、あ、台本が違うところなんですか、戻っちゃった。うん、あ、いいですか、じゃあまた言っちゃいます。ショールームをご覧の皆さんのために、今見たっていう方もいるかもしれないので、配信中限定の特典を用意しました。配信中に画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典としてこちらの限定ポスターがなんと直筆コメントがプリントされた状態で漏れなくプレゼントされます。はい、こちらの特典は今回の配信中のみなので、ぜひぜひお早めに、今日の23時までなので今のうちにぜひゲットするんです。はい、まだ予約してないよって方はぜひぜひね。これだけじゃないんですね、ここにたわみの字がプリントされるので、うん、なんて書こうかなって感じですそう、ワクワク、皆さんにね早く楽しみにしていてほしいなと思います。そう、さっきもさ、スタッフさんに感謝っていうのもありましたけど、あとはなんだろう、普段から通ってるこうタマトレの元となるバーをソルっていうトレーニングがあるんですけど、その先生とかも朝7時とかからトレーニングしてもらったりして、そう、もしかしたらそのタマトレの成果が、もしかしたら見える衣装があるかもしれないし、見えないかもしれないし、見えるかもしれないけど見えないかもしれないしって感じで、お楽しみに。それは分かりません、言いませんはい、うん、うわー、ということであっという間にエンディングです。え、まだ2分ぐらいしか経ってない気持ち、早いですね。はい、え、早くてどうしましょう。はい、皆さんどうでしたか。
すごい私は楽しかったです。すごいなんかいっぱい喋っちゃったって感じなんですけど、でもこう皆さんのなんか反応を初めて見れたのですごく嬉しいです。はい、改めまして、乃木坂46坂口珠美のファースト写真集は6月25日発売です。6月25日発売です。はい本当にもう自分でも大満足な、すごく思いのこもった写真集にしていただいたので、本当に皆さんの素敵な、プロの皆さんのおかげで、もうね、皆さんちょっと期待しててほしいって言っちゃうぐらい本当に素敵なものになったので、ぜひぜひぜひカレンダーにハートつけた、わー、みんなやるべきみんな6月25日ハートつけるべきです。ありがとう。本当に楽しい時間でした。はい、また行っちゃったりして、見どころは なんだろう、こう最初の方はちょっと緊張していたところもあったので、それがこう表情とかにも出てたりもするんですけど、そこから本当に最後の方にはなんか、あら自分こんな顔してたみたいな、こんな表情だった、こんなポーズだったっていう、今まで見たことないぐらいな自分の姿もあるので、本当にこうどん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 坂口珠美の素が出てくる、その様子を、その瞬間を撮っていただいたので、見どころは全部なんですけど、その変化にもお楽しみにしてもらえたらいいなと思います。はい、皆さんこちらの限定ポストカード本日の23時までですので、よくご覧あれ、ぜひぜひ、もうちょっとで終了しちゃうのでね、お早めにお求めくださいすごいでもお高いんでしょなんかツアーみたいになっちゃういやいや、そんなことないんですはい、23時までです、ぜひはい、皆さん番組のね感想はこれでした、たまみタイム、あ、上にも出してくださってありがとうございます。たまみタイムで、ぜひツイートしてください。はい、そして私をぜひトレンドとかに載せていただいたら嬉しかったり嬉しかったり嬉しかったりします。はい、ということで、もうちょっとあるみたいなので、じゃあ今日たくさん絵を描いたんですよね見てくれた？ちゃんと最後まで、最初から最後まで見てくれました？こんな絵を、ゴンドラの絵描いたり、本当にこの写真見せたいです。スタッフさんは本当にこっちにぎっしり乗ってくださって、本当に透明、透明のゴンドラの絵って難しくないですか？描いてください、じゃあ本当に、よく再現したと思う。オクタルトも美味しかったです。T シャツにしてほしい、だって。うわー、ぜひぜひ、はい、あ、これはちょっと失敗だね。これはちょっといろんなポーズ撮ったよっていう作品です。今度いつかは色とかもつけて、私個展を出すのも夢の一つなので、いつか出したいです。はい、ということで皆さん本当に最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、すごく楽しい時間でした。あっという間だけど、本日は最後まで見てくれてありがとうございます。以上、乃木坂46の坂口珠美でした。ありがとうございます。